マリナーとは、日の出、明海を中心とした千葉県浦安市の新町地区の高層マンション群に住む既婚女性のこと。最寄り駅の JR 京葉線新浦安駅周辺の中町地区に住む既婚女性を含むこともある。初期の新町地区の開発は、日の出、明海の高層マンション群がその中心となっており、外区の通称はマリナイースト21である。 その通称からマリナーゼという言葉が生まれたと考えられる。マリナーゼに象徴された地域は2011年3月11日に発生した東日本大震災による液状化によって大きな打撃を受けた。一部のメディアではこの地域が憧れの的から一変したとする地域住民の声を引用しながら彼女たちの存在に言及して報じられた。 漫画家星野由美が自身のウェブサイト絵日記でも書いてみようかに掲載していたイラスト、エッセイ、日記などをまとめた奥様はマリナーゼが出版されたことにより知名度を得る。テレビ、東京系列の番組、出没、アドマチック天国では浦安氏が取り上げられた際に次のように定義された。また、強い日差しから肌を守るためサンバイザーの使用率が 高いと番組では言われた。浦安市民会議の教育、生涯学習文化会では、マリナーゼの意味として、新町地区に住む若い主婦との説明がされている。このほか用語の説明として、次のようなものもある。ありがとうございます。